It was okay. Regular morning adventure. The office, the way I see it, mainly two things. I think one thing is the office is a place where you can focus and be productive when you come here, that you know you feel like you're in work mode. But the second reason is the communication that you have at the office. It's much different than from the your web camera. So it in general, it feels faster and it feels more comfortable, honestly. So, hi guys, Kwasi-san and Joe. Oh, it's Mustafa. Morning. How is everyone doing? So I used to live in Tokyo for 3 years, and I really love the nature and being around, surrounded by the mountains. And so my love to the mountains and nature made me decide to move to Hokkaido. I believe that if you have a healthy lifestyle, it also reflects to work as well, and that's a very good thing. So, for example, in the winter, I try to go skiing every morning. I think that's a very good exercise, right? So, and that also reflects having a more stable mentally and things like that. So, yeah, that's how I envision that future. Okay, so it's about time to have lunch. I usually cook for myself, and today I'm cooking local Lebanese food. Mmm. Tastes good. Mmm. Mmm. Okay. And then it's a huge change. Also, waking up every day to see the beautiful nature. It's very different from living in the central Tokyo. So. It's a very big change. So, it's very interesting. How's the weather in Tokyo? Tokyo today, in the morning, it rained a little bit.私は週に2回から3回ぐらいオフィスに来てます。家にずっとこもってるとなんか太陽の光の差ぐらいしかないんですけど、やっぱりこう例えばあの通勤路ですらもやっぱりこう季節 の変化とかも感じますし、まあ、気候とか、まあ、あとやっぱりメンバー会えるメンバーも日によって違うので、そういう変化がやっぱり自分の仕事になんかこうアイディアをもたらしてくれたりとか、なんかそういうきっかけになるので、やっぱりオフィス来るのすごくいいなと私は思ってます。メルカリのカルチャーとしてやっぱりチームビルディングとかコミュニケーションすごく重要に視するカルチャーがあると思うんですけど、そのカルチャーもすごく好きなので、やっぱオフィスはみんなと会える場所ということで活用させてもらってます。今回 Your Choice が入って、その選択肢が広がった、選べるようになったということで、いろんなメンバーが働きやすい環境を選べるようになってるっていうのは、過去のそのメルカリと比べて大きな変化かなと思って、すごくいいなと思います。基本的にそのあの東京オフィスは定期的には来るんですか？まあそうです、クォーター1回ぐらいは行くようにはしていたりしますね。福岡はどうですか？最近寒くなってきましたか？なんか涼しい日がまあちょっと続いてたんですけど、今日とかはすごい暑くて30度以上あって、まあ、天気も良くてって感じで。Your Choiceが始まる前は、それこそ本当僕とか、まあ僕、まあ同じく福岡に入社したエンジニア数人だけがこう福岡にいるっていう状況だったので、やっぱりなんか東京が中心で、福岡はまあ、言い方悪いですけど、なんかサブみたいな形でいたんですけど、まあ Your Choiceが始まってからは、まあ本当にまあ東京が中心って考え方もあまりなくなって、まあどこにいても、まあ同じような働き方ができるっていう環境に
なったので、まあ、そういう意味では仕事はやりやすくなったのかなとは思ってますね。まあ、オフィスに行ってた頃よりはやっぱり自由な時間はまあ増えたので、まあ、特にまあ趣味に使える時間が増えたりとか、まあ、結構ゲームが好きなので、まあ、休憩時間ゲームやったりとか、まあ、あとは、まあ、音楽バンドとかをたまにやるので、まあ、その練習をしたりとかってことをしています。今はまあ割と働く時間も割と融通が効くので、そういう時は早めに働き始めて、まあ、ちょうど日が沈むぐらいで仕事を終えて、まあ、一旦散歩行って、で、まあ、帰って夜ご飯食べてみたいな感じで働いてますね。やっぱり本当に働く場所関係なく、まあ、いろんな仲間と、まあ、一つのチームになって、まあ、プロダクト開発をすることができているっていうところが、まあ、できるようになったのかなと思っています。やっぱりまあこうやってまあ散歩に来たりとか、まあ、趣味にまあ時間が使いやすくなったとか、まあ、そういうプライベートの充実感と、まあ、あとは仕事もまあ自分の働きたい時にまあ働くことができるので、まあ、生産性っていう意味でもだいぶ上がってきているのかなとは思っています。